勝負の9月、阿部監督は8月最終盤に戸郷と智之、菅野を中4日で回したりすると明かしていたが、早速解禁する。エースは過去3度の中4日経験で1勝0敗。以前毎年この時期になると感覚を詰めたりいろんなところで投げさせてもらっている。その経験は菅野さんの次にはしていると思いますし、大丈夫かなと思いますと話しており、問題もなさそうだ。なんか8月中にもう中5日解禁してたやん。酷使しすぎやろ。戸郷1回飛ばせばよかったんじゃね。中4日といえば2021年9月に桑田がやった中5日特攻ローテを思い出す。最近ボコボコに打たれてるのに中4日は草。指揮官が納金だと困るね。だいたい8月から中5日ローテ解禁とかチャージ早すぎだろ。阿部ってほんとやばいな。まあ残り試合も考えたら先に首位に立ってシーズン終了。あとは広島の結果次第な状態にするしかないしな。中4日なら球数80くらいで交代か。中継ぎぶっ壊れるんじゃね。戸郷頑丈すぎるだろ。戸郷はもっと大事にしてあげればいいのに。まだ頼りないけどエースなんだし。